あ、だからあのちゃんとした会社行かなきゃいけないな、うん、川崎水道局に行きたい、うん、で武装高校って言ったんだよ、うん、武装高校だった、うん、だからその武装高校の3年は3年間は甲子園じゃないんだよ、川崎水道局だ、俺川崎水道局に入りたいんだって。それで一生懸命練習してたら、うん、あの A 君と B 君が亜細亜大学からスカウト来て、はい、ああいつらやっぱりセンスが違うもんな、うん、よかったんですか。そうそうそう、バリバリだったのよ、うん、おいたらさ、また丸坊主で1年生からやりたくないって、一人が三菱自動車川崎、一人が日本工科に行って、うん、2つ席が空いたのよ、うん、そこにじゃあ佐藤どうだで、隣の桜川丘から阿波野どうだってこうやってアジアに入れたという。その時、じゃあもうあれですよね、高校の時は頭角を現してたわけですね。いやだからプロが何回も話も来ないし、おや、あ、うん、プロは来ないけどぐらいだったんですか。でアジア大学も2人がいやいや行かねえよっつったから阿波野と俺がひょこっと入れたんで、だからそういうレベル、でアジア大学は厳しかったんだけど、4年間レギュラーでもレギュラーじゃなくても4年間アジア大学で頑張った人はどんな仕事でもできるって言われたから、だから死に物狂いで4年間やったら監督に呼ばれてさ、マネージャーが「和弘監督呼んでるぞ」って言われさ、「俺なんかしたかよ」って言って「いやなんか呼んでるぞ」って、嘘言うな、なんだよなんて言いながらさ、トントン失礼します、佐藤入ります、ガラ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 失礼しますって言ったら、佐藤ももう大人ぞと言って、うん、もうこの話もよかろう、行きたくない会社はどこぞと言われてさ、はそんな喋り方なんですか、行きたくない会社はどこぞと言うから、監督言ってる意味が分かんないんですが、つったら、北海道から沖縄まで全国の名門企業がお前欲しいと言ってるって言って、監督にお任せします、熊谷組に行け、はいこれで終わり。はあ、ここで俺の夢はもう終わったの。うん、水道局だったけど熊谷組、あの社会人野球、パンツァもそんな性格なんすね、もう、うん、そうで夢のようだよ、ま、毎月飯田橋、住友銀行飯田橋支店に行くと銀行でお金が1万円札が何枚も出てきてさ、わあ、午前中2時間座って仕事してなくて2時間座ってね、あと練習して、なんでこんな金もらえるんだよって、ボーナス、おいおい幸せって本気で思ったボイス、うん、で都市対抗って言ったらさ、またファイトマネーが出るしさ、あ、そうなんすか、でジャパンって言ったらさ、社長室に呼ばれてさ、はい、あの佐藤君、熊谷組はテレビのコマーシャルをしない、はい、君がジャパンで活躍 して熊谷組の佐藤、熊谷組の佐藤と言われるのがうちの宣伝だ、はい、頑張れとか言って300万もらっちゃってさ、ええー、ありがとうございますって言って社長室出ようとしたらさこれは君は歌舞伎町で使わないようにドルにしておいたから、だいたいちょっと待ってくれよと思ってさ、で本当にドルだったんですか、ドル、だ人生ゲームのお札みたいでさ、これ本物かよって言って、そうですね、ですぐ住友銀行飯田橋支店に行って変えてきたけどね、うん、変に、うん、だから俺はもうそこでもう夢は叶った、でちょっと今話前後したけど、はい、そしたらテレビつけたらソウルオリンピックやっててさ、はい、なんであいつがジャパンの日の丸つけてんだよと思って、うん、でもう一踏ん張りしたらジャパンに選ばれたという、でここでもう本当に夢の夢が叶って、はい、そしたらさ当時のジャパン野田やピッチャー、はいはい、塩崎すごい、キャッチャー古田、石井博、はい、佐藤真一もいた、南淵もいた、はいはい、樋口ってみた当時のみんなバスの中でさ、はい、契約金がどうのこうのとかさプロの話してるの、はい、っていうことは俺そこまで来ちゃったのかなって、山の、うん、そこまで意識してなかったんですね。だからプロっていう山を目指してるわけじゃなくてさ、ああ川崎水道局、あ、アジア大学来た、4年間熊谷行きだ、ジャパンって言ったらここまで来てたっていう、うん、デーブは高2だろ、高2です、だからすごいんだよ。あ、でもそこでやっとですか、プロがちょっと気になったのは、うんうん、であのインタビューになるわけです。そうだよ、であのドラフトが来るって大体情報入りますよね。だこれがもう時効だけどさ、うん、熊谷に3年いたんだけど、うん、2年目に6球団から話し合って契約金だとか年俸だとか背番号だとか、あの球団って決まってたんだけど、うん、来なかったのよ。それそっか、そのあ話し合ったけど実際に来なかった、来なくて、ある球団がドラフト外でその金額出しますから、くじ運が良くて今シーズンはなんて言ったら熊谷組が怒っちゃってさ、うん、きちっと指名してくれたら行かせたけど、ドラフト外で金出すからって冗談じゃない、なさとなんて言われて、はいなんてさ、俺は来たかったんだけどさ、
それで3年目はそれこそ西武を除く11球団から話が来たんだけど、去年そういうことあったから、はい、いや指名されたから考えますよ、でも会わなかったから、うん、来ないと思ったのね、だからああいうふうにびっくりしちゃったという、あ、うん、あ、まあ、もう来ないなと、翌年、あれ翌年ですよね、うん、翌年そのいいな行かないと佐藤って言って翌年のドラフトですか、あれ、そう、もう1年、3年目、まだ11球団西武の独自球団から話来たんだけど、はい、もう会わずに、はい、指名されたら考えます、はいはいはいってやる感じだった、そしたらオリックスですもんね、だから当時上田監督が強豪でね、外れても野茂を取りに行くんだと、はい、外れてもいいんだと、野茂外れたらじゃあ野茂に代わるピッチャーっていうのはやめて、野茂が取れなかったら左の外野手、はい、高校でも大学でも社会人でもその年の一番いい左の外野手を取れっていう指令が出したら君の名前が出たんだ、佐藤君来てくれるねとか言うからさ、はい、お願いしますって学生だったら言うよ、はい、でもサラリーマンだから前向きに検討しますっても言える性格じゃないから、そうですね、自分の心はもう一つですって言ったら受けちゃってさ、あと笑わそうと思ったんじゃないんだよ、うん、笑わそうと思ったんじゃない、立場的にそう、もう決まってますって、前年度もいろいろありましたし決まってるけどちゃんと相談はしなきゃいけない、うん、だから会社に相談して決めることですけども自分の心は一つですって言ったのが受けちゃった、笑わそうと思ったんじゃないのよ、うん、あの時、うん、僕らの方が先プロ入ってたので、うん、すげえの入ってくるぞ、ね、だからヒーローインタビューでさ下痢するまで飲 飲みますわ、ね、もう名言でしたね、うん、だそれも笑わそうと思ったわけじゃなく、うん、今結婚して今年31年目なのかな、はい、あのまだ付き合ってたのね、あの時ね、今の奥さんとして、で今度グリーンスタジアム見に来てくれよって言ってて、はい、大阪の心斎橋で洋服プレゼントして、はい、黄色い服をでこれ着てあのこういうふうにして電車でこうやって地下鉄でこう着てって来てくれよって、あれホットボットでしたよね、今で、うんうん、グリーンスタジアムですね、そう、それで約束してたわけ、はい、だその日のさ試合前にさセンターに集合とか言ってみんな集合だったのよ、はい、今日、うちが勝った場合、MVP に、この、30万円をプレゼントする、え、球団がですか、うん、あの、ある銀行から出てるんだけど30万円プレゼントするって言ってさ、みんなおーとかなってたんだけどさ、はい、あの俺はもうピンチヒッターだしさ、俺は関係ねえやと思ってさ、はい、そうは彼女が見に来るねーって、なるほど、なるほど、思ったわけそれでさ、試合やってたらさ、はい、ガラガラじゃん当時パリそうですね、なんだ何これ、早く来いよお前って1回2回3回4回ってなってさ、はい、何やってんだと思ったら心配です、野球どころじゃないですもんね、うん、だから5回ぐらいに黄色い服着てさ、うん、バカ野郎早く来いよなんて思ってベンチにいたわけそしたらブーマンがさ4打数4安打かなんか打ってさ、はい、ああまあ金がある人のところに行くんだな30万だなと思ってたらさ、あれよあれよと同点になっちゃったわけよ、はい、で満塁でさピンチヒッターパンチって言われたからさ、はい、もう30万のこともさ、彼女のこともなんかもうぶっ飛んで忘れてるよね。確かに。そしてさ、必死になってガーンと打ったらさ、詰まったんだけど一塁線で走者一掃のツーベースだったわけ、はい、そんでピンチランナーでベンチ帰ってきてさ、バスタオルで汗拭いてさ、やったやったぜやったぜ、あれ30万俺かと思ったのそして冷静になったらさ、あ、彼女も来てたんじゃねえかと思ってさ、忘れちゃった、うん、それでヒーローインタビューだったわけ、はい、ヒーローインタビュー、こちら一塁側、佐藤選手ですって言った時に奥さんがさ、金網越しにさ、こうやってこうやってこうやって見てるの、俺もくっつぐらいやって、うん、でさ、だから俺は彼女に向かって、はい、デーゲームだったから、はい、この後の三宮で飲もうぜっていうことで、はい、下痢するまで飲みたいです今日はって彼女に言ってたんすか、うん、そう言ったの、うん、だから笑わそうと思ったんじゃないんだよ、それでさ三宮で行ってさ飲んでてさまあ、目こうして何やってんのって言ったら、ああコンタクト一つ落としたからこうやって出たんですがバカだなーって言ってそこで、はい、じゃあお前15ずつあげようぜなんて言ってさ、私いらないよなんて言ったんだけど、いやその15でねルイ・ヴィトンの巾着を買いなさいなんて言って翌週難波の駅の前の高島屋でさ、あの巾着のルイ・ヴィトン買って今上海のお母さんまだ持ってんだからヨレヨレになった、そういうね、笑わそうと思ったことじゃないんだけどね、うん、たまたまね、すごいっすね、そうなの、うん、パンツさん半端じゃないですね、いや、でもさ、俺ばっかり喋っちゃっていい、全楽しいっす、いや、俺ね腹痛くなってきた、俺ね、よく言ったなっていうコメントがあるのね、はい、